奈良県道、京都府道52号奈良聖火線は、奈良県奈良市から京都府相良郡聖火町に至る、府県道である。奈良市が位置に直結する国道308号と平城、京跡の南西側で接続し、様々な研究機関や住宅が立ち並ぶ関西文化、学術研究都市の一地区である、聖火、西木津地区とを結ぶ路線である。道路法第七条の規定に基づき、 当初は、前線が一般府県道として認定されており、府県道からだに、奈良線と、不動島畑からだに線を母体とする。1971年の第3次主要地方指定時に建設省から奈良、からだに線として、主要地方道に指定され、1993年の第6次主要地方道指定時には東畑からだに線を、合わせて、奈良聖火線として指定された。 奈良県奈良市、押熊町奈良市、秋篠町、中山町、押熊町内の旧道の福井は1.0から1.5車線程度と狭く、しかも路線バスが通っており、その狭さゆえ各所に交通警備員が奈良交通バスにより配置されている。奈良工業高校跡地より北側区間では並行して片側1.0から2.0車線のバイパスが通っている。バイパス区間は 山和中央道の一部に指定されている。奈良県奈良市、秋篠町京都府相良郡聖火町桜が丘4丁目。交差する場所の格好書きは地名。それ以外は、交差点名で表示。ありがとうございます。